はいどうもブラッドです。さあ今回の動画はですね、日米で結構騒がれてます大谷翔平選手がメジャー最高年俸の60億円を手にするのかというふうに言われてますので、その報道について話していこうと思います。こちらがその記事の要約ですね。読んでいきます。エンゼルスはスプリングトレーニングの後半に大谷の代理人である CAA のネズバレロ氏と大谷の契約延長に関する非公式な話し合いを持ったという。クラブ関係者は大谷と契約するにはマックス・シャーザーの4330万ドル、およそ57億4000万円を上回る過去最高の平均年俸を与える必要があるとの認識を示したということですね。でこれそもそも何のこと言ってんだいってよくわからない方のためにね、さらっと大谷選手の契約状況の確認をしていきます。まずね、去年から今年にかけて2年契約結んでます。850万ドル、およそ11億5000万円。そして今期でねその契約切れるんですけれども、まだ来期まではエンゼルスに保有権があります。でその年俸は年俸調停というシステムで決まるか、あるいは球団と大谷選手側の話し合いのどちらかで決まります。で来期終了後ですね、今度はフリーエージェント、どことでも自由に契約の交渉ができる状況になります。で先ほどの報道によると、その FA になってしまう前にエンゼルスが契約の延長をどうするかという話し合いを非公式ですが行ったということですね。でこの中でね、一つ僕が気になるのは最後の文言、認識を示したってありますけれども、これね日本のメディアによっては例えば4500万ドルの契約を提示したとか、そういう書かれ方してるとこ見たんですけれども、それは間違いですね。そうするともう完全にオファーになっちゃうので、まだねそこまではね言ってないです。おそらくこのニュアンスですとエンゼルスは翔平の契約延長か、まあ去年あれだけ活躍したからな、まあさすがにシャーザーの年俸は超えないとダメかぐらいのニュアンスですね。もうね独り言です。まだねこれだけ金額用意するから残ってちょうだいってそういう話じゃないです。認識を示したですから、その程度でしょうね。でこういう報道出るとね、やっぱね日本のメディアってね、こう盛り上げようとね、大谷翔平メジャー最高年俸だ、60億だってね、こう数字のインパクトバーンと出してね報道するんですけれども、それで言うとここからね僕の意見なんですが、メジャー最高年俸でのエンゼルスの契約延長、これないです。これはねまずない。でなんでないか、理由ねいくつかあるんです。今までね長期契約失敗してるとか、故障歴もあるとか、二刀流がどこまでできるか不透明とかね、まあ、いろんなね要素あるんですけれども、僕が一番ネックだと思ってるのは金、お金です。エンゼルスにとってねちょっとねそこまで払えないかなって感じですね。でそれ詳しく見ていくんですけれども、まずこちらですね。エンゼルスのオーナーアート・モレノについて少しだけお話ししておきます。簡単に言うとですね、積極的に戦力の補強にね資金投資をしないんです。具体的には贅沢税を超えてくれません。贅沢税っていうのは簡単に言うと、ある基準額を超えてしまうとその金額に応じて一定のねペナルティを課されてしまうという制度です。戦力を均衡させるための制度ですね。モレノはメジャー全体で見てもお金は持ってる方なんですけれども、なかなかねこの贅沢税を超えてまで戦力補強しようとしてくれない。要はね本気で勝つ気がねないように見えるんです。で先日ね記憶に新しいロックアウトがありましたよね。その新労使協定の交渉の場でもオーナー側で贅沢税の引き上げいくらいくら、これ反対する人っていう中で4人手を挙げた中の1人がモレノだったんですよ。これ貧乏球団ならねまだ分かります。まあまあお金持ってるくせにその引き上げもね強く反対してる。これもうお金をね全然出す気がないっていう証拠ですよね。このモレノがオーナーであるという前提で次いきます。大谷選手 FA1 年目となる2024年のエンゼルスの契約状況、現時点で確定している年俸の総額です。
ちなみにこの年の贅沢税は2億3700万ドルです。ここまでに年俸総額を抑えたいと考えてください。じゃあ行きますね。現時点でね、決まってるのが5選手います。多い順からマイク・トラウト3550万ドル、アンソニー・レンドン3500万ドル、ライセル・イグレシアス1450万ドル、マックス・スタッシー580万ドル、デビッド・フレッチャー520万ドル。この5選手で9600万ドル。ここに大谷選手を入れますと、仮にね60億円とすると4550万ドル。そうすると6人で1億4150万ドルとなるんです。これ贅沢税の基準額の 60% に当たります。6人で 60%。40人枠の中ですから、まだね30人以上いるんです。まあほとんどは若手のね最低年俸の選手なんですけれども、中にはサンドバルとかね、ウォルシュといったところがもう年俸調停2年目なので金額が跳ね上がってる可能性もあります。また今いるロレンゼン、あるいはねシンダーガードもここ入ってませんから、契約延長するなり、あるいはねよそからね投手を補強するなり、他にもね補強しないといけないね選手もねいくらかいるでしょうから、さらにね金額が上がってくると、このね贅沢税このままではねもうすぐ達しちゃうんですよ。だから大谷選手一人にこれだけね高額の投資をするのはねやっぱ厳しいんです。なので僕はエンゼルス残留はないと結論付けました。でこれ僕も大谷選手は残留しない方がいいと思ってます。この金額ならね、4500万ドルあるんだったらもっとエンゼルスはね分散して補強したいところがいっぱいあります。先発最低2枚は欲しいし、中継ぎはもちろん、サードもどうなってるか分かりませんから、大谷選手個人のね力はね十分ね分かってるつもりですけれども、やっぱ野球は一人じゃできないです。もうそれはね去年分かりましたよね。だからエンゼルスとしても大谷選手と残留交渉するよりは他に回した方がいいのかなって思いますね。とはいえです、やっぱりなんとかして大谷選手にはエンゼルスに残留してほしい。その道をね模索しました。そのプランですけれども、まずこちら、今年そして来季プレーオフ進出。このメリットはですね、やっぱチームが強いとスタジアムの入場者数がね劇的に増えますから、収益が上がると。そうなるともしかしたらモレノの懐が緩むかも。もう本当にねこれかもです。希望的観測万に一つです。これまで固くなに贅沢税超えてこなかったモレノですからね、確率低いんですけれども、まあもしかしたらってとこです。そしてもう一つ、強いエンゼルスを見せれば大谷選手がねさらにエンゼルスに愛着を持ってくれる。もうねエンゼルス大好き、エンゼルスしかもう俺はないってね、もうそこまでね気持ちをね高めるためにはやっぱね勝つしかない。しかも今季と来季ねどっちかじゃダメ、どっちも。さらにできればねワールドシリーズ進出、まあそこまでいかなくてもせめてリーグチャンピオンシップ、そこまではねどっちかでいきたいですね。さあその上で、あとはもうね大谷サイドと交渉です。なんとか年3000万ドルで勘弁してください。4500万はねどう考えても無理です。どうシミュレーションしても無理でした。これがねエンゼルス残留の道です。ただもうそこまでするんだったらね、もう大谷選手はね出てってほしい。言い方あれですけど出てってほしいです。もうメジャー史上最高のね契約額を持ってよそとねぜひ契約を結んでほしいです。もうここでも歴史上に名を残してほしいです。そしてねおそらくね大谷選手もねこれは思ってます。メジャー史上最高契約額をゲットしよう、最高年俸ゲットしようと大谷選手よく言いますよね。世界最高のプレイヤーを目指していると。これもちろんね成績のこと言ってると思うんですけれども、これはお金っていうねもう分かりやすいところでトップをね目指してると思います。もちろんねお金が欲しいからじゃないです。他ならぬ未来のためです。世界中の野球少年のため、夢を与えるためです。大谷選手自身ね、もう自分がそういう象徴であるともう分かってますから、きっと。だからここはねぜひ妥協せずにね、メジャー史上最高の契約を勝ち取ってよそでまた頑張ってほしい。今までエンゼルスでありがとうございました。さあということでね、動画は以上なんですけれども、
もちろんね、大谷選手二刀流ということで野球選手としての能力が全メジャー最高っていうことはまず紛れもない事実です。ただエンゼルスは残念ながらもろもろのね事情を考慮すると報道であるような契約延長はしないんじゃなかろうかと僕の考えを話させていただきました。ぜひね、皆さんのねいろんな意見も聞かせてください。コメントお待ちしております。ということで今回ね動画以上といたします。ご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録、高評価、ツイッターもねフォローお願いいたします。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。